夫、27歳、会社員、都内在住。私、25歳、会社員、同上。結婚3年目。姑、54歳、自営業、地方在住。姑、50歳、会社員、同上。姑は、結婚に猛烈に反対。姑の説得で入籍できた。現在、妊娠18週、ゴールデンウィークに、妊娠報告に、夫両親のもとへ行った。大喜びの姑、苦虫を噛みつぶしたような顔をする姑。喜ぶ姑とハイテンションの夫は、祝杯ムードで、寿司の手配を姑に頼んだ。寿司を食卓に並べてると、姑の顔色が変わる。しばらくあっけに取られた感じ、しばし無言、激怒して、姑に罵声を浴びせた。お前は孫いらないのか。と、姑にビンタ。わさびが苦手な私だけは別オケで取ってくれたのだが、中身が、すべて、イカ、おまけに大トロだけも注文してあった。どうやら、妊婦がイカ食べると流産するといった迷信があるらしい。ついでに、妊婦は、あまりマグロを食べちゃいけない。姑に引っ叩かれた姑は、そうよ。子供なんてできたら、夫君の邪魔になるじゃない。第一、私はこんな女認めてない。そんな状況でやることやって妊娠。バイタ。アバズレ女。あんたみたいな女から出てくるガキなんてろくなもんじゃない。おろせ。今すぐ手術してこい。確か、こんなことを泣きながら叫んで、私に熱いお茶が入った急須を投げつけた。姑の激高っぷりに、私も夫も姑もポカーンとしてしまい、ワンテンポ遅れて熱湯を浴びたことに大騒ぎ。とりあえず救急車呼んだり運ばれたり。病院で処置中に、やけど理由を馬鹿正直に話してしまった私と夫は、いつの間にか病院側が呼んだ警官に事情聴取されてるし、姑は警官に連れてかれそうになって、逆上して、処置室にいる私に説明させるとか叫びながら入ってきて、入り、ざまに、私のお腹にピンセット突き立てようとするし、私は、肩から胸、お腹にかけてやけど、夫は、お腹を守ろうと間に入ってピンセットが刺さり、背中を負傷。姑は、もちろん警官に連れてかれたけど、ずっと私が悪いとか捕まえるなら、あの女だとか私をやってやるとか、病院中に響き渡りそうな叫びを上げてた。怖いというより、何が、なんだか未だわからない。お腹の子供が、無事だったってことで妙な安堵感はあるけど、夫の元には姑は離婚するつもりだと連絡が来てるらしい。推測だが、姑の帰郷の動機は自分と同じく、息子には姉さん女房希望だったが来たのは年下の小娘。姑両親から引き継いだ自営を息子にも継がせたいが、息子にその気ゼロ。地元に戻る気もゼロなのは嫁が理由と決めつけ。3年こなしはされ、と言い続けたが、それが通じなくなった。正直、理解できない。